はい、2番です、えー、これはあこの123の問題でもし比例であれば A 反比例であれば B どちらでもなければ C とその式を書きなさいとそういう問題ですでそこで、えー、1番は1個 X 円の品物を10個買って1000円出すとお釣りは Y 円であるとこれを式で書くとお X 円の品物10個ということは 10X 円 1000円でお釣りが y だから y イコール1000円引くこの 10x ですねはいこういう式になりますこれはあの比例というのは y イコール ax の形反比例は y イコール x 分の a それ以外はどちらでもないとこれを見るとどちらの形でもないので これは C。こうなりますね。はい、2番。えー、Ykm の道のりを4時間かかって、えー、速さ時速 Xkm で行ったとお。こういうことですが、えー、速さ時速 Xkm で4時間進むと 4xkm 行くことになると。それが Ykm だから式は Y イコール 4x。 こういういになりますこれはこの y=ax の形だから比例つまり a こういうことですね、えー、3番底辺が x センチ高さ y センチの三角形の面積が20平方センチ、えー、これは三角形の面積は底辺と高さをかけて2で割るので2分の 1xy それが20になるのでイコール20。 これを両辺に2をかけると xy=2 イコール2人が 40x で割ると y は x 分の40これはこの y=x 分の a 反比例の式になりますしたがってこれは反比例 b とこういうふうになります。